つまみくん藤川くんの独占 J リーグエクスプレス、しっかりやれよ、喜んで喜べるぞ。こんばんは、つまみです。藤川です。こんばんは、リポフォート諸岡です。つまみさんね、今日は岡山県からですね、はいはい、武田さんの大ファンさんがいただきますね。あのつまみさん、藤川さん、諸岡さん、いつも楽しく聞いてます、はいはい。ところでベルディ川崎の武田選手は広沼選手のように番組に出演しないんでしょうか。呼びたいね、呼びたいね。ぜひお願いします。ダメなら一般に知られて武田さんのことを教えてください。あ、武田でこの人一番よく知ってますから、ちょっと聞いてみましょう。じゃあ武田さんを一番よく知ってる人を現地で来てください。はい、この方です。ヴェルディ川崎の武田です。よかったよ、ついに出てくれたんですよ。すごいな、おい。この後早速質問の、シャワーを浴びせかけたいな。本当にお楽しみに。1,2,3,4,5,6,7 独占 J リーグエクスプレス。まあ今日は特別、いきなりアクシデント、すごいよね。いいよね。来てくださいました。こんばんは。諸岡さんの人徳ですね。そうか。藤川さんのギャグを見せましたけどもね。早速ね、質問に行ってみたいと思いますね。それでは、ごめんなさい。初で、ベテランさんがいただきましたがね。タケちゃんに質問です。某女性雑誌に今付き合ってる人はモデルの M さんで、結婚も近いと載っていました。本当ですか？こういうネタが多いんですよ。せっかくだからやっぱね。タケちゃん、はいはい。答えてもう。いや、よく飯は食い行きますけど、うん、そんな結婚とかそういうことは、ね、一切考えてないんですよ。一切考えてない。考えてない、考えてない。どうしたんですか、藤川さん。その他ですね、もう、やっぱりね、武田さんで、はい、結婚がマジかとか、そういうお便りばっかなんですけども。結婚させたいんですかね、俺は。させたいの。させたいの、あれ、え？そうなんだろうね。ねえ。やたらとね、うん、北沢くんが結婚したのに、出ることは武田結婚とか、俺が。そうか。なんか、ベルディの中で、今年、大物選手が結婚するっていう、なんか噂が流れてるらしいのね。大物選手が。誰が言ったんだろうね。俺なんかだよ、お前。俺なんかが言ったんだよ、お前。ね、確証があったんだもんね。確証ちゃんとありますよ、これ。ちゃんと確証私たちは持ってなきゃいけませんから、そんなことは。いや、この方じゃないと。さて、続いてのお便り。じゃあちょっとですね、ずれましてですね、こちらは、川崎市のですね、みゆきちゃんがいただきましたが、はい。武田さんはいい匂いがするという噂を聞きました。どんな頃、コロンをつけてるのか教えてください。武田はね、試しに嗅いでみます。嗅いでください。今書いてる。腕のあたり、右腕の肘のあたりから今、股間のあたりに鼻がいった津波の鼻があって。これも武田の匂いですね。今日はでもそんな強いコロンの匂いはしないですね。服が新しい目のアルマーニですから、アルマーニの匂いがする。あ、なるほどね。いつもはコロンはいつもは、カルバンクラインか、ベルサーチ。ですよね。アルバンクラインか、ベルサーチ。アルマーニの香水か。この3つ。で今日も例えばですよね、ベルディの練習終わってから、ね、ここにこう、有楽町のスタジオまでね、はいはい、来てくださいましたけども、お風呂とかシャワーとか出て、ロッカーの中に座った。そんなのないですよ。練習行ってだってどっか行ったりしないから、家から出かけるときとかは結構、家からどっか出かけるときはそうですけど。いつもこう、セカンドバッグとかに持ってたりとかしないわけね。はい、それはない。あ、そうなんだ。はい、あ、なるほどね。いや、特別お出かけってときだけ出張ってってことね。はぁ、なんですって、僕はちょっとブランドをよく。カルバンクラインと。カルバンクラインと。コックローチと。違うよ。カッチューザーかけてどうすんだよ、お前。ゴキブリちゃうやんか、ゴキブリ。ベルサーチ？アルマーニ。アルマーニ。アルマーニ。今日のいでたちももう冬のいでたちでね。おしゃれな人ほど、いいよ、おしゃれな人と人ほど早めにその、シーズン、先送りのシーズンを。先送りを。ほんとね、だからさ。俺と藤川とボロ方みんな半袖で。まだ真夏だよ。まだ真夏だよ。ポドカツ、T シャツ。T シャツ。ほんとね。このスタジオ暑いけどね、頑張ってくださっておりますけどね。ほんとにおしゃれ。ファッショナブルでおしゃれですけどもね。はい。続きましてね、綾野ちゃんからいただきましたが、早速質問です。綺麗好きで有名の武田さん、ロッカーや車の中は綺麗なんでしょうか？お風呂に入る時間がすごく短いって聞いたんですけど、この辺りはどうでしょうか？風呂は短い。でも部屋はね、いつも、部屋とかも必ず布団は起きたら畳んで、ちゃんと綺麗になってるから。あ、ベッドでしょ？ベッド？あ、布団もあるんですよ。ベッドの上に布団。あ、必ずもうそれを畳んで。出かける時は必ず。結構きちんとしていますよ、武田は。それで、例えば明日試合の時は前の日にもう全部支度して、ちゃんと用意して寝るっていう感じ。枕元に置いて。じゃああれだね、奥さんなる人もそうしなきゃダメだね、だから。大雑把なやつだね。大雑把なやつはダメだね。うちの神さんじゃない。自分がやってることを神さんがそのままできる人ならダメだね。そうでしょうね。料理上手がいいっていうかね、料理上手がいい。僕聞きた
ゃあ武田さんのその女性をね、こう好感を持つ選ぶポイントっていうのはまずどんなこと？料理好き。ああ料理好きかな。料理好きだと挨拶。ほう、手が答えてます。え、挨拶？挨拶。挨拶とかそうやっぱ体育会系だからそう。ああやっぱ挨拶か。会った時には手振って。そうだから。武田しっかりしてるもんそういうの。コンパとかで会ったけど、チュイス。こういう挨拶ができるって。チュイス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 。なるほど。挨拶じゃん。結構そういう礼儀関係はしっかりしてます。やっぱ名前の人はちゃんとそういう風にするしね。ねえ。間違っても先輩がどうつまみなんていうこいつみたいな。つまみなのが先輩だったんですよね。バカ野郎と平気で言いますからね。なるほどね。あ、結構やはりあの、隠された部分で、非常にこう、古風というか、体育会系、男気のあるところとありますね。挨拶がしっかりしてて料理好きってこと、はい、そうですね、今日はですねスペシャルゲストとしましてねお招きしましたけどもね、はい、リスナーファンの皆さんをますます好きになる方が多いんじゃないか、はい、私も真っ正面少々緊張気味でお願いいたしました、そうかな、はい、武田さんはそのもう冬物をいち早く取り入れまして、そして自分の前にはもうおなじみの携帯電話というね、もうこれだけですもん、今日見ますね、爽やかでこの携帯が良くなるんですよ、今日良かったですね、喋った間になんだってね、今来てたらさっきあったから一緒に和田彦さん、和田彦さんから電話です、出てあったら行かなきゃいけない、ぜひまだ遊びに来てください、よろしくお願いします、皆さんからのリクエストはですね、郵便番号 100-87 日本放送独占Jリーグエクスプレス、津波くん、藤川くん、諸岡くんに引けの係で、いろんな質問をお待ちしております、みんなのですね、質問が多いとその選手が来てくれるかもしれません。